崎市子ども夢パーク、通称夢パ。おうち作り？すげえ。ここで大切にしてるのはやってみたいってことを大切にするんだってこと。怪我しちゃうかもしれないけど、できるだけ大人は手出し、手出しない。できた。植物、虫、食べた。生態系ピラミッド。勉強って嫌いじゃなくて、ノートに写すだけの勉強が嫌いだったって感じで。やばい、曲がってる。でもなんかクラスの子にめっちゃなんか学校来いって言われた。だけど玄関まで行ったらもう学校行けないっつって。学校一瞬行ったことある。一瞬ね。かすれた歌が響く。学校行かなくても多様に学べるよって周りの大人は言ってくれるようになったけど、子供も親も見もだえしながら自分なりの生き方探してる。